こんにちは。今日は、ネイピアス、自然対数の定である E について、お話ししたいと思います。E っていうのは、定義としては、このような定義なんですけども、N 限りなく無限大にした時の1たす N 分の1、すなわち1点ちょっとを無限上する。こういう書き方をする場合もありますと。全く同じ意味で、H 限りなく0、やはり同じように1点ほんのちょっと。で、H が限りなく0に近づくから、やはり指数は無限。1点ちょっとの無限上っていうのが E の定義です。で、定義なんで、数学の定義っていうのは、定義ではそう決めましたっていうことなんで、原則なんでって聞かないのが原則なんですけど、それはもうそう決めたからっていうのが答えで十分なんで、聞かれてもそうなんだよというだけなんですが、本来は。でも、数学の定義で、例えば、2の3乗は 2×2×2 のことですよ。こう定義しましたっていうことに関して、なんでと聞く人はあんまりいないと思うんですけども、2の0乗は1ですよ。0の階乗は1ですよ。5の2分の1乗はルート5ですよ。これも定義なんですね。これも定義なんですが、こういった定義はやっぱり、なんでって聞きたくなっちゃうよねというのが人情です。と同様に E も、なんでこんな定義を置いたの？なんでって聞きたくなっちゃう定義は、そう定義すると非常に都合がいいからそう定義するのと同様に、E もこのように定義すると、とっても都合がいいんですと。それをこれから説明したいと思いますと。そもそも普通、こんな数を定義しようなんて普通の感覚じゃ思わないですよねと。で、じゃあなんでこう定義すると都合がいいかという話と、まずそもそも E は一体これ、いくつぐらいっていうのはもう皆さん 2.7、1なんとかっていうことはご存知だと思いますが、一応それもまず、説明したいと思いますと。で、これ N 乗なんで展開するんですが、展開するにはって一応二項定理は簡単な定理なんで、A たす B の N 乗っていうのは、A たす B をかけますと、何回もかけますと。N 回かけますと。で、その時の、係数がいくつになるかっていうのは二項定理ですと。で、当然、A だけかける A の N 乗。これは1個しかないですと。で、次に、A を N-1 回、要するに1回だけ B と。1回だけ B で残りは A。N-1 乗。1回だけ B。で、それ何個あるかっていうと、N 個の括弧のうち1個だけ B にしてねと。どれでもいいですよと。N 個のうちの1個だけ。すなわち N 個あります。で、次は A の N-2 乗で B を2回、なので B2 乗。これ何個あるかっていうと、N 個の括弧のうち B をどれでもいいから2回、残りは A ですと。いうと、N 個のうちどれか2個を選んで B を選ぶかけてね。で、N 個の中から2個選ぶんで、これは組み合わせの計算のコンビネーション N2 ですと。以下同様に、コンビネーション N3 のA の N-3 乗かけ B の3乗。で、こう続いていきます。で、最後は当然 B の N 乗と。これが二項定理で、それを利用して、E がどうなるかを調べてみたいと思います。そしたらまず、1の N 乗なんで、この N 乗はもう、1は何乗しても1なんで書きませんと。で、次が、1は今度 N-1 乗でかける、n 分の1は1回。で、それが、さっき言ったように n 個ありますと。で、次が、コンビネーション n2。コンビネーション n2 っていうのが、2の階乗分の n かっこ n 引く1ですね。コンビネーション n2 かける1の n 引く2乗かけ n 分の1の2乗で、1は何乗しても1なんで、ここだけ2乗と。で、次も同様に、コンビネーション N3 なんで、3の階乗分の N かっこ N-1、N-2、かけ1かけ N 分の1の3乗で、こっちもここだけ3乗と。3乗は、1は1、何乗しても1です。で、以下は、どんどん続いていきますと。じゃあ、ここで、計算すると、1たす、
これ N が約分されて1で、次がこれ N が1個だけ約分されて2の階乗分の N-1 2が N が1個だけ約分されるんで N が残って2の階乗 N 分の N-1 と。でこれ分子が引き算になってるんで分けてやると分の N-2 の階乗 N 分の1でこっちは N が約分されますと。ってことは2の階乗分の1で、今度こっちは分母に N が残っていて約分できないです。分母に N が残っていて N は無限大ですと。 N が無限大で分母にあるってことはこれもうゼロと扱っちゃっていいですよねっていうのがまあ極限の考え方で、もう無限分の1ってのはもうゼロですと、なしですと。っていうことでこれだけ残りますと。でこれも同様に3の階乗、これ N が1個だけ約分されて N の2乗分の展開すると N の2乗引く 3N プラス2と。でこれでもさっきと同様に3つ分けてやると最初は N の2乗が約分されて3の階乗分の1が残ると。で残り2つはこれ1個約分できますがやはり分母に N が残っちゃうと。でこっちはもう N の2乗が残っちゃうと。分母に N が残っちゃったら N は無限大なんでもそれはもうゼロですねっていうことでこれだけ残る。以下同様に4の階乗分の1、5の階乗分の1、N の階乗分の1っていうのが E になりますと。でここでちなみにさっき0の階乗は1って書きましたが、これ0の階乗1だととっても嬉しいですよね。5、4、3、2、1の階乗は1なんでいいです。で0の階乗も1だと、まあ、やっぱり都合がいいから、まあ、こんな時でも0の階乗は1だと都合がいいんで0の階乗は1と定義してます。でじゃあこれが一体いくつぐらいになるのかっていう話なんですが、数学では一般的には塵も積もれば山となるということわざありますが、数学では塵が積もっても山にならないことはよくあります。例えば2分の1たす4分の1たす8分の1たす16分の1たす2の n 乗分の1、どんどん前の数の半分を足していって n を無限にしていっても塵がどんなに積もっていってもこれは山とならずにある数になっちゃいます。これ一目で分かる方法として1っていう面積の紙があったとします。それの1なんで半分が2分の1これ、ね、でこっち残りの2分の1の半分が4分の1でさらに半分が8分の1半分が16分の1っていうふうにどんどん半分を足していってもこの元の長方形からはみ出ることはありません。ということで N を無限にするところは1に収束します。でじゃあこの E も同様にどん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 ちっちゃい数を足していく、塵を積もらしていくんですが山とならずに、収束してしまいます。でさっき書いたこの2分の1足す4分の1足す8分の1足す16分の1っていうのが1に収束したんですが、これとこれ同じですよね。これ2の階乗は2なんで2分の1と2分の1これイコールです。で3の階乗ってのはこれに3をかけたもんですね。これに3をかけると3の階乗で、これに2をかけたものがこれで、4の階乗ってのはこの3の階乗に4をかけたもので、これ相変わらず2倍しかしてません。で3の階乗分の1は6分の1こっち4分の1分母はこっちの方がでかいですっていうのは2と2が同じでこっちより大きい数かけてるんでこっちの分母の方がでかいですと。分数は分母がでかいとちっちゃくなるんでこれとこれこうですと。で以下同様にこっちはもう2しかかけていかないのにこっちはどんどんでかい数をかけていくんで分母の数はこっちの方がでかいと。
分母がでかい方がちっちゃいんで、この数はこれよりも小さいですと。でさっきこれは1に収束すると言ったんで、この数は1よりも小さいですと。これが1でそれよりも小さいんで、これ1より小さいですってことは、 E っていうのは1たす1たす1の3よりは小さいですということが分かりますと。なんでまあ E っていうのは3より小さい、まあ、実際に計算すると 2.71 なんとかっていう数になりますと。で、まあ、2.7 いくつっていう数であることはまあ分かったんですが、じゃあなんでこんな定義にしたのかっていうことがこれからの話になります。でここで指数関数っていうものを考えてみたいと思います。指数関数 y イコール a の x 乗、この場合は a が1より大きいとしますと、 a が0と1の間だとこういう反対向きになって a が負の指数関数は定義しませんと。で今は a はじゃあ1より大きいとしておきますと。で指数っていうのはさっき言ったように0乗っていうのは1だと定義したので、どんな指数関数でも必ず0、1を通りますと。なので指数関数にとってこの0、1っていうのは どんなものでも通るある特別な点ですと。じゃあ指数関数のこの特別な点である0、1についてここの接線を考えてみたいと思います。そうすると0、1における接線の傾きはもちろん A の値によってどんどん変わっていくんですが、0、1における接線の傾きがちょうど1になるような、すなわち、傾き1 y イコール x で、まあ切片1なんで y イコール x たす1と、ある特別な A ならば0、1における接線の傾きが1になるようなものはまあきっとあるはずだと。でじゃあそれいくつぐらいなのかな、 A はいくつなのかなって考えたときに、じゃあまずy イコール2の x 乗だとどうかなと。2の x 乗だと1、2を通ると、ここと通ると。2の x 乗はこことここ通って滑らかなんで、まあ、こんな感じかなと。そうすると2の x 乗だと0、1における接線、こことここを結んだのが傾き1なんで、0、1における接線はどうやら1より小さいと。ってことは a は2じゃ足んないなと。3ならどうかなと。3だと y イコール3の x 乗だと、この辺こことここ通る滑らかなので、まあ、こんな感じかなと。そうすると y イコール3の x 乗の0、1における接線の傾きはまあなんか見た感じ1は超えちゃうかな、まあ超えるかどうか厳密には計算しなきゃ分かりませんが、y イコール3の x 乗の0、1における接線の傾きはどうやら1より大きそうだと。ってことは0、1における接線の傾きがちょうど1になるようなある特別な a っていうのは、 a はどうやら2よりでかくて3よりちっちゃい数かなっていうあたりで、なんか a が e であるっていう匂いが漂ってくるのはまだ分かりませんと。じゃあここで今0、1における接線の傾きが1であるような特別な A について考えてみたいと思います。まあ、結論から言っちゃうとこれ E なんですが、まだ E であることは分かりませんと。今 A はどう定義したかというと、指数関数で0、1における接線の傾きが1になるような数です。そう定義しました。じゃあ接線の傾きの話なんで微分したいと思います。微分の定義に従ってリミットの a1 限りなく0と x の増加量分の y の増加量と、これが微分の定義に従った微分ですと。でこれ分子が a の x 乗でくくれますと、かもしれない、A の X 乗でくくれますと、マイナス1と。で今この A っていうのは一般的な A ではなくて0、1における接線の傾きがちょうど1になるような特別な A ですと。でそれを微分したんだから X イコール0の時、
x イコール0の時、すなわち、リミット h 限りなく0の h 分の x イコール0なんで、0乗が1なんで、これ単に消えて、a の h 乗マイナス1。これが1であると。この a を。0、1における接線の傾きが1になるようなものと定義したんで、x イコール0を代入したら、微分とは接線の傾きを出す式。なんで、1であると。これ1ですと。リミット h 限りなく0の h 分の a の h 乗引く1は1であると。ってことは、この微分した式のこれ、1ですと。ってことは、この微分の式は、a の x 乗だけ残るんでと。これ1なんでと。っていうことは、0、1における接線の傾きが1であるような特別な a は、微分しても元の式と変わらない、ということがここで分かりましたと。でもまだ、これが E であることはまだ分かってません。今何が分かったかというと、指数関数で、どの指数関数でも通るこの0、1っていう特別な点における接線を考えて、その接線の傾きがちょうど1になるような特別な A は、微分しても元の式と同じであるっていう性質があるということが分かりました。じゃあそこで次に。今の A ですね。y イコール a の x 乗で、0、1における接線の傾きは1であるという a について、ここで次に逆関数を考えてみたいと思います。逆関数っていうのは、y の式、y イコール fx っていう式があって、これを x イコールに解き直して、で、その x と y を入れ替えたものを、逆関数と言うんですが、逆関数っていうのは、y イコール x という直線に関して線対称になってます。っていう性質はちょっと今ここでは証明、説明しませんが、y イコール x、y イコール x で表された式を x イコールに解き直すと。この場合だったら、x イコールログ ay と。で、それの x と y を入れ替えたものが逆関数であると。で、逆関数っていうのは、y イコール x に関して線対称だと。っていうことは、この0、1に対応するのは線対称なんで、1、0と。で、これは、これを x イコールに解き直して、x は入れ替えたんで、y イコールログ ax という式であると。で、ここの1、0における接線の傾きも、これ、分かってて、傾き1であると。まあ、この場合はマイナス1。こういうことが分かりました、今。で、じゃあ、ここでも、接線の話なんで、この関数を微分したいと思いますと。y イコールログ ax を微分すると、この微分の定義に従ってリミット h 限りなく0と、で h 分のログ ax プラス h 引くログ ax と。でここでこの式、まずリミットh0 はいいとして、h 分の、前に書いちゃいます。h 分の1と。で、この対数の引き算。対数の引き算は、割り算に直せるんで、ログ a 割り算に直すと、割り算に直すと、x 分の x たす1というふうに直せます。
対数の引き算は割り算に伸ばす。で、この h 分のは前に書いてある。それだけです。で、これもうちょっと変形すると、リミット h 限りなく0で、h 分の1ログ a、1足す x 分の1と、に書き換えられますと。で、ここで、この a っていうのは一般的な a じゃなくて、何度も繰り返しますが、指数関数 y イコール a の x 乗の0、1における接線の傾きが1になるような特別な a。で、それの先、y イコール x に関して線対称になっているのが、これの逆関数で、そうすると、これに対応する1、0における接線の傾きも、当然この図から見て分かる通り1であると。ということは、この接線の傾きを出したこの式の x にこの1を代入すると1になるはずだと。ということで、これに x イコール1代入すると、リミットの h 限りなく0の h 分の1のログ a、1足す1なんで h ですね。が1になるはずだと。で、そこで、ログの前にくっついてる係数は、ここの指数に入れられるんで、リミット h 限りなく0のログ a、括弧1足す h の h 分の1乗が1でなければいけないと。で、ここで、対数が1になるってことは、定と真数が等しいと。ということは、a っていうのは、リミット h 限りなく0の1たす h の h 分の1。これって e の定義、おっしゃ、消しちゃいましたけど、そのものですねと。これって e の定義そのものじゃんと。ということは、a は e であるということが分かりましたと。ということで、指数関数の0、1における接線の傾きがちょうど1になるような指数関数は、微分しても元の式と同じで、で、それは逆関数について考えてみたら、e であるということが分かりましたというのが、この e の正体ですということです。では、以上です。ありがとうございました。